メディアコンポーザーの編集機能の中からリプレイス編集とフィットについて説明をしていきますリプレイス編集とフィットのボタンはコマンドパレットの編集タブにありますキーボードやソースモニターなどに割り付けておくと良いでしょうリプレイス編集はソースモニターで表示されているフレームが タイムラインでバーが止まっている位置に来るように、タイムラインのクリップを上書き編集する機能になります。それぞれのバーを目的のフレームに配置をして、リプレイス編集をクリックします。タイムラインに編集されている BGM の特定ノートや、ナレーションの特定のセリフなどを基準に映像編集をする、といった場合に便利です。 クリップ全体ではなく特定の範囲のみリプレイス編集する場合はタイムラインにイン点とアウト点を打っておきます次にフィットについて説明をしていきますフィットはソースモニターのイン点からアウト点の映像を タイムラインで打たれているイン点からアウト点の長さになるように速度調整をして上書き編集をする機能になりますフィットのボタンをクリックするとビンに速度調整されたクリップが作られ自動的にタイムラインのイン点からアウト点に編集されます速度調整されたクリップは映像のみとなりオーディオトラックは削除されてしまうので注意してください